かえり。ただいま。はい。いやん。どうでしたか。数えてきましたよ。数えてきました。数えてきてって言われたから。そう、今日実はね、朝ね、何人の人に髪切ったって言ってもらえるか数えてきてってお願いしました。はい、はい、じゃあちょっとカメラ近づけます。はい、ですね、多分ですね、はい、私が数えてきた限りで言うと、はい、7人ぐらいです。7人ですか。7人ぐらい。あのほら、前日にさ、とか昨日さ、お友達とお出かけしたじゃん、2人のお友達と。そのお友達もじゃあ入れて、あ、じゃあ9だ。ああ、それ入れて9なのね。7人はどんな感じの先生は、担任の先生は。そうそうそう、え、担任の先生は1歳、うん、マジ今回も、うん、先生で、いや別に話しかけてくれなくてもいいんだけど、別に私は、うんうんうん、で、あと誰だっけな、どうす行ったら、うん、友達に話しかけられるでしょ、うん、切ったねって言って、うん、その後に、うん、切ったねって言われて、うん、で、ね、友達に二人に言われて、うん、で、この前のあの昨日も家で二人でしょ、うん、先生二人でしょ、先生二人、うん、担任じゃない先生が二人気づいてくれて、廊下で言ってくれて、言ってくれたのね。で、あと、あー、この辺、あ、10だ、10、おー、クラスのお友達ですか、他は。はい、クラスの友達と3組と友達。あおー、今言われた。はい、10でした。10でした。うち2人が先生でございます。はい、ね、はい、先生は何だったの。ただ聞いたねーって、もっと言われた気がする。ほんと、だって私が覚えてないだけ。覚えてないだけじゃないの、本当は。覚えてない。もう今日数えてきてねってちゃんと事前にママ言ってたのに。あれ11だったっけ。でもクラスがさ、先生入れて40人じゃん、うん、そのうちの11人ってさ、少ないよね。っていうか2人せ違う先生だから、うん、クラスで言うと、で違うクラスの人も入れるとなると、まあ大体6、7人クラスということで、40人中6、7人はちょっとね、少ないよね。みんなもっと反応してくれないんだね。あんましてくれない。そう、普通。でもなんか、でも聞いてよ、私もスルなの。あ、私もスルするタイプなの。あ、髪切ったんだな、可愛いなって心で終わるだけなの。あー、そっかそっか。あんまりこう言わないね。いや、私も言わないタイプ。なんか逆に言われると、あ、あざっすぐらい。確かになんか、あえて言われてもなんか、なんじゃない？うーんみたいに言われたくない人もいるからね、なんか。そう、だから私は別に、うん、もう私も言わないタイプなの。なんか気まずくならないように、うん、切ったの？うんって終わっちゃうじゃん、会話が、うん、だから私は言わないタイプなのね。そっかそっか、やっぱそういう考えの人もいるよね。そういう考えもいるよ、絶対。私もだって言わないから。あー、そっか、自分は言わないからか。うん、だから多分だからだと思う。うん、私言わないからね。そっか、そうそうそう、リミとかも言われたくないタイプだからね。私言われても嬉しいんだけど、うん、別にだからって言われたくはなくて、うん、いやなんかさ、前回さ、あんまり気づいてもらえないって言ってたし、うん、担任の先生もスルーって言ってたから、うん、いや今回どうかなと思って。いやスルーなのは確かだけど、うん、別に言われても言われてなくても嬉しいから。そうなんだ。いいよ、へ、私は。私が言わないタイプでもさ、今ってさ、体温測っていくじゃん、はい、で教室入る前に体温見せるでしょ、うん、それ先生に見せるの、はい、先生外にいんの、はい、それで1対1で目こう合ってんのに今日いなかった。あ、今日いなかったのか。朝出しておいてねって書いてあって。あ、そういうことね。そっかそっか、じゃあしょうがないね、話しかける機会がない。そうだね、もしそこでばったりこう顔を合わせてれば、あってなったかもしれないじゃん。確かにね。確かに、もう1回さ、こうやってなんかおはようってクラス見渡してさ、全員のところで翔ちゃん切ったねなんて言わないじゃん、普通。逆に無理。そうそうそう、だからで、なんかそういうのをさ、タイミング逃すともどんどん言えないじゃん、先生も、うん、でもそうかもしんないね。ママはてっきりさ、その朝のさ、その体温チェックするのを出す時に対面する話を聞いてたから、それでするんだけど、それでスルーだったのかなと思って。でも今日はたまたまいなかった。そうなんだ。じゃあ明日まだ言ってくれるかな。もう言うわけないでしょ。そうか、もう今日一日ね、私おっせーってなるよね。おっせーってなるよね。
髪切ったねとか言って、と思って、昨日来ましたよねだから、私ももうだから、うん、タイミング逃しちゃったら言わない。そっか。でも好評ですか？どうですか？あんま何も言われない？うん。言われない。まあ前回も切ってるしね。うん、で伸びたから切ったみたいな感じかね。だよね。だから全然。全然です。はい。寂しいですね。まあまあ。まあ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 。まあまあまあ。どうですか切って？でもすごいなんか鬼ごっこしやすくなりました。鬼ごっこしやすくなったの？あの視界が。へえ、髪切って、うん、はい、なんで視界が変わる？髪切って、なんか頭が軽いってこと？本当に、うん、そんな、はい、へえ、うん、軽くなりましたマジ？うん、あと、うん、あ、それくらいかな。それくらい、うん、そっか。あと帽子はかぶりやすくなって髪が少なくなって、単純だね。ここにね、こう髪をねちょっと出して、うん、こう耳にかけて、うん、まあ、あの小学生の帽子って必ずゴムついてるの、ダサいゴムね、うん、でそのゴムこうつけてこれで、うん、遊ぶから、うん、すごいなんかね、そうそう、そっか、帽子必ずかぶんないと外行けないんだもんね。そうそう、だからすごいかぶりやすくなったそれぐらいですかね。そうですね、変わったといえば、はい、はい、じゃあまあ先生2人、お友達8人、はい、ということで、はい、ありがとうございました。気づいていただいて、広まった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。多分言わなくても気づいてる人はたくさんいるよ。もう気づいてるよ、多分。まあ言わなかっただけだよ、ね。言わなかっただけだよ。確かに。私も言わないもん。うん、私でさえ言わないもん。確かに。ママもそんな言わないし、そうだよね、あ、髪切ったなって思っても、だからさ、友達さじゃあおはよう、あ、髪切ったとか言うわけなくない？え、でも言う、仲良かったら言うじゃない、やっぱり。あ、だって逆に言わなかったら、え、気づかないのって思われそうじゃん。あ、じゃあ仲いい子には言うか。やっぱ仲いい子には言うだよね、うん、やっぱ普段からこうさ、一緒に行動する子とかにはさ、切ったんだねとかさ、それは言うよ。あ、でもじゃあこう、そこまでさ、仲がいいけど、そこまでこう行動を共にしないお友達だっているじゃん、やっぱり。いるそういうことはなんか微妙だよね。微妙だよね、なんか、あ、切ったんだなって旗から見て、うん、あえて言わないけどみたいな。そういう人もいっぱい。言わないよねはい、そういうことにしておきましょう。はい、はい、ということで、以上10人でした。はい、あってる、総合10人でした。はい、ということで、それではバイバーイ。